エドロンゲネの、もしもティーフォークが OWE にね、行っていなかったら一体どうなっていたのというのでね、そちらの方がどうかと思いますね。まあ、あくまでももしもなのでね、いわゆる妄想みたいな感じですよね。はい。まあ、ティーフォークがね、行っていなかった場合、今はどうなってたかっていうと、吉野からドリームゲット取ってたんじゃないのっていうパターンがあるんじゃないのかなと。ね、今ね、ティーフォークは、まあ、海外に行って、で、日本国内のね、ドラゴンゲートとは別の団体で戦ったりして、シングルのベルトも取ったりしてるのかな。そんなティーフォークがね、残っていたら、まあ間違いなく、ね、その未来のエースというか、ね、団体のね、背負って立つような選手やったと思うので、その選手がね、思いますね。なので、望月吉野でティーフォークやったのかなと思いますね。で、もしかしたら、アンチはそう脱げてたんじゃないのっていうパターンですよね。アンチアス抜けてからの吉野に挑戦でドリームダッシュ。ね。で、その後に、まあ、エータなり、弁慶なりが、ティーフォークに挑戦していってたんじゃないのかなと。新世代対決になってたんじゃないかなと。ね。思いますね。はい。ということで、まあ、今回この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとかにもね、こちらの動画に関するコメントとか何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わります。